始まりました、カチカチ農園部。どうも、今日冒頭から師匠の田中さんもよろしくお願いします。お願いします、ね、蒸し暑いっすね。本当にもうこの季節は、うん、ただね、もう僕らのすっごいでしょ、田中さん。これ良くないですか？本職っぽいですよ本職ということで、今日はですね、皆さん覚えてますでしょうか、スイカの苗を第一園芸さんに買わせていただいて植えたんですよ、はい、うん、あるんすよ。もうなんすか、夏といえば、うん、これうわ、うん、どうしてもスイカ、うん、そうね、もうね、夏スイカを食べたいの、自分たちで。確かに4月の下旬、夏野菜と同じ日に植えたスイカの苗、部員みんなでこんな話もしていました。できたスイカを冷やして3人で一斉にシムケン食いして、シムケン食いして順調に成長していく中、スタッフ部員のみんなでスイカのつるの摘心作業をしたり、親づら、お役ごめんです、普通です。親づるの芯を止めると今度子づるに栄養がいっぱいきます。晴れた日の水やり作業で、なんと小さなスイカの実が、全部で約10個ほどのスイカの実をつけることに成功。そしてスイカの実を鳥などの動物から守るために、この苗ドームでスイカの実を覆います。苗ドームは様々な植物の苗を保護したり、動物の被害から守るためのものですが、スイカの実を保護するためにもよく使われるんです。そしてようやく収穫の時。うわ、うわ、いいやん、おい、どう、おお、いいじゃない、いいと思う。ほら、あ、ほらほら、重いですか、おい、ちょっと待って、無事無事無事、あれ田中さん、これは大丈夫そう。そうですね、ちょうど食べ頃なんじゃないですか。あら、はい、モロさん、重み感じます？めっちゃ重いです。よしよし、ずっしりしてます。よし、はい、ありがとうございます。いや、完璧っしょ。わが子誕生しました。よし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 、隣も、うわ、あー、ちょっと待ってくれ、嘘、こういうことにもなる。うわ、やられちゃってます、食われてます。え、食われて、カバーしてたのに。アライグマさんとかタヌキさんとか、うわー、あー、ちょっと待って、やられてるやられてる。しかも赤いので、これは最近じゃないですか、最近で。完全にやられてる。ここにね、あるはずなんですよ。はいはい、カバンの中に。ない。出てこい。出るか、アライグマ。それでもなんとか5個のスイカを収穫することに成功。初めてにしてはなかなか上出来らしいですよ。食べられてるのもありましたけど、半分以上取れたんじゃないの？もう合格でしょ。おお、よかった。さあ、でははい、切りましょうか。いや、行こうよ。楽しみ、楽しみですね。このハニーブラックから、この上見てください、これ、ほら、このツタがめっちゃこう枯れてる状態になってるから。真っ赤よ、真っ赤、売れてる証拠らしいよ、これ。真っ赤よ。しゃあ、頼むよ。行きます、行きます、見て、行きますよ。いやあ、追加追加、いや、やばー、ちょっと、っ緑のもう薄くね、ハニーブラックでそういう品種なんや。そうそうそう、絶対美味しいや。夢のシムケン食いしますか。うわー、いっちゃえ、贅沢に。それではいただきます。いただきます。うまい、うまい、やばいやばいやばい、うまっ。果肉もね、柔らかい、柔らかいよね、結構ね、じゅわってする感じの柔らかさ。さあ、続いて、はい、マザーボールいきましょう。よいしょ、いきますよ。うわー、これさ、よく見るスイカやね。うわー、ちょっと香りもだいぶ甘くない？あー、うわースイカの香りが強い。ちょっといただきます。早い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 、どうですか？お金払える。マジ？ちょっと待って、あんま、あんま、うい、これすごいわ。え、これ本当にうちの農園で採れたやつ？ちょっと激甘なんやけど。これすごいって、やべえ。本当よく食べるスイカのシャキシャキ感がめちゃくちゃわかる、
めっちゃもう合格です。合格これね、これを最初で取ったっていう、取れたて新鮮はもうちょっととんでもなかったわ。これはすごい農園ならではの醍醐味ですな。話は変わり、先日梅雨の大雨の後枯れてしまったキュウリの話題。あらあら、ちょっとやられてるわ、奥ダメだけど、このこれも多分枯れてるよな。これ枯れてるよね、だってもう育ってないもんな、ちっちゃいもん。田中さんに原因を聞くと、水没しちゃったじゃないですか、あの大雨で、はい、でその後に急激に晴れましたよね、はい、まあ、水没して根っこだいぶ弱ってるところにあのピーカン来ちゃって、うん、弱っちゃって、うん、病気とか虫にやられまくってる状態、かなり畝を高めにしとかないと、うん、あの大雨で水没しちゃう。キュウリって実は秋取りもいっぱいできるんですよ、うん、しかも高温に強い野菜だから、はい、また新たに今から苗を植えたり種をまいたりできるんですよ、うん、おなるほど、この時期からでも全然できる、はい、なんとキュウリは今からでも植えられるということで、今回は皆さんも簡単に植えられる方法を紹介しますよ。まずホームセンターなどで培養土と書かれた土を用意してください。この袋をプランター代わりにします。次に袋の底に水の通り道となる穴をペンで開けていきます。続いて袋の上をハサミでカットして開き、培養土の中にキュウリの苗を植えるだけ。これで植え付け完了です。なるべく土と苗の密着を良くするようにちょっと押しましょうか、はい、周りを全体的に。最後にキュウリのつるを伸ばしていくために園芸用のネットを設置します。場所はベランダの柵や家の周りにあるフェンス、物干し竿など固定できればどこでも OK。 あとはつるを伸ばして育てていくだけです。めっちゃ簡単。え、野中んち行ける？うちやりたい、マジやりたい。ちょっとさ、それこそ野中やってよ。やりたいやりたい。そうっすね、だって俺もすごいやりたいけど、俺ベランダがないからさ俺んちは洗濯も干すとこあるもんね。洗濯も干すとこしかないのよ。ネットは垂らせるって、うん、でも人んちからせないから一回も僕も家でちょっと育ててみるんで、ね、多分テレビ見てる皆さんもこれちょっと真似しようと思ってる人多いと思うんですよ、うん、だからちょっと勝負だどっちが、うん、まあ早くといえばいいものを育てられるか、皆さんもあのトランバで送ってくださいおかげさまで左岸芸人です。